そのスキン使ってないでしょ絶対。いやめっちゃ使ってるっすよ。一番使いやすいなんでその帽子に電球みたいについてるんですかいっぱい。ハロウィン仕様。ハロウィン仕様かそれ。そうっす。カボチャの顔面なんで。えでもボドカさんも多分オクタンとかっすよね普段は。いや俺キャリデターでプレデター行ったんですけど、プレデターにキャリされて、その時にブラッドハウンドめちゃくちゃ使ってたんで、ブラッドハウンドだけは自信あるっす。なんか意味合い違くないですかそれ。いや違うんですよ。あなんか言うてプレデター隊で戦うには、はい、わりかしちゃんとみんな動きちゃんとしてないといけないじゃないですか。まあ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 、はい。でその時にブラッドハウンドをとりあえず使ってたんですよ。あの、はい、このアシスト入る前から、うん、ブラハのスキャンのアシストアップデが入る前から使ってて、だからブラハはすげえ自分の中で一番しっくりくるんですよね。本当だ、1400キロもしてる。やってんの。結構やってるんですよ。まあさすがにレイスとかパスの方がカジュアルは動きやすいんで、そっちの方がキル伸びてるっすけど。言うまでもなく俺がジャンプマスターだ。あとなんか海外の競技品とかでも、うん、なんかパッドの人はブラハ使ってるらしいんですよ、みんな。はあ、ははあ。この瞬間がたまらない。だからパッド使います。あ、違う、ブラハ使います。これカジュアル練習ならない。ん？カジュアル練習にならない。それはね、そう。まあそりゃそう。あ、もう終わった。あ、俺人生終わったっす。あ、終わった。あ、もう人生終わった。泣きない。あ、無理や。もう俺無理や。ほんまに。やばい、2回。あぶね。やったわ。人生終わりっす。やべ。ハビある。あ、あるよ、俺。持ってる、持ってる。超える。なんだ、あ、瀕死。あのレースガチ瀕死。ドンファイト、ドンファイト、ドンファイト。やばい、ナイス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 カバー。すげー。あの、よし。あれなんか、やばい、嫌な音がする。嫌な音がする。ナイス。しよう。大丈夫、屋上いる、めっちゃ。パワーマス、屋上2人いる。うん、なんか後ろいる、ここいる。さっきうちらがドンファイしたとこ。はいよ。ほんまや、ここいる。上のバンガロール30。飲み込め、おれ。いけいけ。ヒロって消えたかな。あれとか逃げた。ああ、こっち行ってるっすね。あ、めっちゃ逃げてるっすわ。天板焼きそば。あれ、あ、ここいる、ここいる。ほら待て、先輩焼きそば。先輩焼きそばって何？髪型が焼きそばに似てるから先輩焼きそばって言うから、あいつのこと。ナイス、ナイス焼きそば、ナイス焼きそば。なんか俺ボドカさんに一個聞きたいことあったんだよな。なんすか。なんか、なんだっけな、ボドカのルーティーンみたいな動画見たんですよ、 YouTube で。あ、前に。流行りの。はいはい。そこでなんか夢日記みたいなつけてるみたいな言ってたんですけど。はい、ああ、そうっすね。あれって何ためつけんすか。いや、なんかおもろい夢見たり、はい、怖い夢見たら、あとメモ帳を見直したときに、はい、みんなに雑談のネタになるんで。あ、そういう感じなんだ。あ、そうっすね。で、それでつけるんですよ。あとなんか夢って変なこと。なんかでもなんか夢日記あんまつけない方がいいみたいに言われるじゃないですか。言われるっすね。なんでなんですかあれ。いや、わかんないです。なんかオカルト的な。
あー。すげえ大きくしてたな。上にいる。どうやって登んなきゃ、ここ。こっちから。あ、そっちからも登れんの。あれ、いなくなった？いる。めっちゃ入って、112。うん、なんか、こっちに。あれ、逃げたんか。まだいるっすよ、多分パスが、どっかに。うん、ここさっき撃ってた。全員。まあ、こっちにもいた。いるっすね。ちょっとスキャン入れるわ。あ、真下にいる。いっちゃえ。挟みます。リロード中だ。はい。今までブレタイム全滅したんだ。ジールドチャージ中。リロード中だ。うわ、なる。うん、なんか。一人割ってる。スキャン。ほら。割ってる。なんだこれ。さあ、いけ。ナイス。あとこっち、こっち、こっち、こっち。こいつ、キンの。ナイス、天才。任せておけ。これで全員だ。みんな、よくやった。ナイスだ、ブラザー。見てー、ナトナさん、金バッグあげるわ。え、金バッグ持ってる。あ、持ってんの。うん、強っ。そういうのフラグメントのあの激戦区に降りて生き残ってんの、俺ら強いっす。俺らもしかしたら強いのかもしれない。この戦闘いいな、この連続でくる感じ。めっちゃいいっすね。登れなかった。今回は期待しといてください。でギアさんが言ってました。お、絶対負けねえからな、ランドマーク。マジで。いやー、行きたいな今回は。優勝したいな。一回優勝味わいたい。したことないっすわ。ないっすわ、俺も。これ、今回優勝したらなんかもらえるんですか？ロレックスもらえるらしいっす。マジ？ロレックス？はい。今回なんかおじじい賞じゃないわ、なんか優勝賞金、なんか高級腕時計らしい、ね、デートナっすか。うん、いや、デートナは無理って言われました。デートナは無理って言われたんすか。はい、予算的にデートナは無理って言われました。無理か。だからおじさんにロレックスマラソンしてもらって、あの定価で買ってもらうしかないっすね、普通に。デートナ欲しいっすよね。デートナ欲しいっすね。ステチ、デートナ知ってる？知らない。なんかめっちゃ高いと、高いっていうか、なんかめっちゃ値段の落ちづらい時計があるんよ。400万ぐらいで転売されてる。え、値上がり。そう、そうそう、値段がどんどん。何考えてた。おい、あれ、転売。お、強い、この人。ナイス。それでラスト多分。あ、でも違うか、起こした人がいるはずだから。ありがとう。こいつが起こした。ここになんか。あ、なんか音聞こえる。これ。なんかスキャン来た。やばいって、我こそは何々なりって一人ずつ来るんだけど、この人たち。待って待って。あれ？あ、ごめんなさい、俺ラスト1部隊かと思って、普通に余裕やと思って戦ってたら全然違った。全然ラスト4部隊や。これ誰も、うん、ヘッドガンも持ってない。俺9発しかねえや。3発あげる。あった。こいつ持ってるよ。あ、ここにあるやん、マーケットが。ほんまや。ノックダウンシールドを発見。レベル4だ。うち今回
リーの CR カップで一番期待してることあるんですけど。はい、なんすか。あのオバウォッチしたいです。もうこっから二次会の話、うん、俺マジっすか。マジですね。なんかマジなんすよ。あのボドカさんとか言ってなんか、はい、今からオーバーウォッチしませんかってディスコ来たっすからね。バケモンやんと。マジ、はい、バケモノの申し子です。なんかギャさんとかの、はい、デトネーター好きになった時代があって、はいはい、あその時はあの PUBG でめちゃめちゃ好きになったんですけど、はい、いやオーバーウォッチもやりたいなってなんかすげえ無理やり来たな。ねじ込んできた。何も繋がりなかったけどな今。何に繋がるんだろうなと思って聞いてたけど全然繋がる。完全にさ、ね、パブ G から好きになってオーバーウォッチどっかで出てきたの、ついでみたいな。しかもパブ G より前やねオーバーウォッチ。やるならオーバーウォッチかなみたいな。 CR カップ顔合わせの初日にオーバーウォッチの話出るか。でも俺もやりたいことあって、はい、ハンドシュミレーターやりたい。あのしかもハンドシュミレーター、あの島でサバイバルするバージョンやりたいんですよ。ああ、やったことない俺それ。そう、あれやってみたいですね。あ、めマッシュいる。気をつけろ、誰かいる。あ、うまいか。ナイス。あ、全員金箔くっつよ。少しシールドをリチャージする。これキャプトルシって面白いな。すげえ来るじゃん敵。そうっすよ。ここのせいでもう他のとこに降りた人はクソ暇っすから、ね、ここいいな。しかもここ終わってなんあの円入ってここでなんか待ち伏せしとけば、あちょっとアップデートで怖いけど見に行ってみようみたいな感じの初心者の人たちがテクテクやってくるんですよ。どこにできる。ケアパッケージ効果。神の恵みだ。オーバーウォッチやってたんすね。オーバーウォッチがまあメインみたいな今回誘われてきた理由としては。マジ？あれ？あれ？オーバーウォッチがメイン？え、このチームってなんかオーバーウォッチのために集められたみたいな。あ、オーバーウォッチを考えられたメンバー編成なんですかこれ？まあまあまあそうなんすよ。あ、なるほどね。裏の意味合いが あ、なるほどなるほど、はい、あ、そっちだったんだ。そうなんですね。やっぱでオーバーウォッチ誘うならやっぱギアさんかなと思って。あ、なるほどね。はい、うちもなんかそれメインかなって思ってってます。うわ、マジ瀕死送った。めっちゃ入れてる、ナイス。来てる、後ろ。あ、いいよ。あ、ガス来る、これ。あ、クステ、やべ。ほらほら、グレ食らえ。あ、なんかグレで割れた。あ、俺も割れた、めっちゃ入れてる、グレ。で見えねえ。でもやべえっす、ギアさん、くせっ、めっちゃくせっ。中にいんのかな、俺。うわ、やばい。あ、起こしてる。めっちゃ必死、ナイス。やべえわ、このチームクソくせえっす、ギアさん。あ、いい。あ、強いね。あれ、おかしいな。なんかね、撃ったらもうアーマー剥がれてんじゃない。なんか手応えがちげえ。手応えがちげえ。止まらんな。あれ？ちょっとゴリラカスタムワンチャン。行ってみたい。これなら。なんかカスタムやってるんでしたっけ？やってるんですよ。ほらギアさんやっぱりオクタン使ったらもうダメージ出るな。え、もう俺注射打ちまくりっすか？え、なんすか？俺ら本気出したらチームワークっすよこれ多分。
あ、全員10キロのやつ。10キロ以上。今何キロでした？ちょっともうちょっと。7、8、9ですね。お、いけるな。いけるな。え、マジ強いな。